ラライバーやってます、70歳超えても正規でドライバー続けてる人がいます。死ぬまで働かなきゃいけないこの社会を早く終わりにしてください。お願いします。死ぬ寸前まで働き続けなきゃ生きていけない社会なんておかしいだろ。トラックドライバーやられてる方の中にもう70歳を超える方がいらっしゃると。働かなきゃ生きていけないから、切ない社会ですね。そして私たちが考えている理念は、生きてるだけで価値がある社会を作りたいと訴えてます。だって生産性のみで判断される社会が肥大化した結果、死にたくなる社会になったわけでしょ。死ぬまで働くってことをしなくても社会保障とつながっていきながら生きていける、最低生活費は確保していけるっていうようなことをやっていきたい。働くってことはやっていきたいんだ。でもフルで働くんじゃなくて、一定稼ぎを得た上で最低生活費っていう部分と接続していくっていうようなセーフティーネットの作り方、生活保護をばらして受けられるっていうようなことも私たちは提案をしています。